森口市駅は大阪府森口市河原町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH11。京阪開業と同時に駅が開業を、電車に送電する変電所も併設された。大正時代、駅の京都側に網島より車庫と車両工場が移設され、昭和初期には野江の七曲りと言われた森口、野江間の直線への付け替えと、 立体交差化、さらに複々線化が実施された。この間、1931年には、大阪市電宮古島森口線が森口市に乗り入れている。戦後は、森口根屋川信号所間の高架複々線化が1970から1980年代に実施され、それに伴い車庫と車両工場は根屋川市の根屋川車庫に移転統合された。それらの施設の跡地に、 京阪百貨店や駅前広場、カナディアンスクエアが整備された。この時期には平行路線として大阪市営地下鉄谷町線が延長されている。開業時に電車線専用の変電所が森口駅の側に建設され、1932年12月に森口変電所に1 0 0 0ットの蓄電池が設置、使用開始した。が翌年の室戸台風で、 森口車庫や駅が破損して新京阪線のように、電力会社からの送電再開前に電車を走らせることはできなかった。戦後、旅客の増加に合わせて1961年3月17日に森口変電所が更新され、京阪発のシリコン整流機で直流化された。その後の複々線高架化で移設され、2018年現在、 高架区間の耐震補強に合わせて2020年完成を目指して森口市駅の京都側で変電所の更新移設工事が行われている。現在では森口市駅は高架化されているが1933年12月に加茂信号所から森口駅までが複々線立体交差化された時点では地上駅で大阪側には踏切も存在した、また完成時期が 世界恐慌の真っ最中で新京阪線の対比線、ポイントを撤去して転用したと言われている。1970年3月に森口駅から新加前機間の復々線高架化の認可申請をした段階では、森口駅の京都側から高架化される計画で1972年の高架化工事着工時にも森口市駅の高架化の認可はなされていなかった。しかし、 森口市が森口市駅の高架化を前提に再開発計画を立てていたため、翌1973年4月11日付で、茅島駅の設計変更とともに高架化が認可された。また高架工事に伴い移設された仮駅舎は1975年の夏にはほぼ完成していたが、仮駅前のバスターミナルへの新入路の借地交渉がまとまらず、 1> 約1年間使用できなかった。このため高架化工事が約2年間遅延し、森口市駅下り線の高架化工事の完成をもって、土井駅の矢川信号所管の複々線高架化は、竣工した。また、森口市駅の京都側には車庫への出入湖線の他に、京阪本線の中央部に引き上げ線が設置され、淀ド橋駅森口市駅間の普通が折り返しに、 使用していたが1980年の3月のダイヤ改正で運転区間が茅島駅まで延長されたため引き上げ線は廃止撤去され、同年6月8日に下り線も高架化され、ようやく淀谷橋駅ネヤガ信号所間約 14km が連続立体交差化された。その後も二重工事が続けられ1982年3月に竣工した。 2015年8月、駅構内の耐震補強工事が行われ、2016年3月末に終了した。当駅は3層構造の公開駅であり、改札、コンコースは2階、ホームは3階に位置する。所属の京阪本線は東西に走っている。改札口は東西1カ所ずつ設けられ、東改札には京阪百貨店が隣接し、エレベーターが設置されている。 当駅は、京阪本線の複々線区間に位置しており、島式2面4線のホームによって、快速急行、準急等の速達列車と普通列車との、緩急接続を可能としている。早朝の一部を除いて、内側2線の2.3番線に、快速急行、急行、準急が発着し、外側2線の1.4番線に、区間急行、普通が発着する。 ホームはいずれも8両編成の列車が停車可能である。2019年度のある特定日における1日、乗降人員は36,161人である。近年の特定日における1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。京阪バスが運行。駅東口ロータリー内に、京阪森口市駅停留所が、駅、西口近辺に、森口市駅西口停留所が設置されている。 ありがとうございます。